地域おこし協力隊の高野です。今回は寺尾きっかけマルシェボリューム2の開催に関するお知らせです。寺尾地区をテーマとしたマルシェ第3弾として12月10日土曜日に寺尾きっかけマルシェボリューム2を那須会館前広場にて開催します。今回は寺尾をもっとおテーマに、寺尾をもっと知る、寺尾にもっと関わる、寺尾がもっと盛り上がる、そのきっかけ作りを目指すマルシェです。今回も寺尾の人気店や寺尾にゆかりのある店舗が集まります。また寺尾小学校の児童によるお囃子の演奏や企画展も予定しています。たくさんの方にご来場いただき、寺尾の魅力を知っていただき、寺尾を感じていただきたいです。出展者や企画の詳しい情報は寺尾地区の総合情報サイト、寺尾のサイトに掲載しています。地域おこし協力隊のインスタグラム、フェイスブックでも情報を随時アップしています。ぜひフォローをお願いいたします。皆様のご来場をお待ちしております。総合政策課の岡です。麻生です。総合政策課からはマイナンバーカードについてのお知らせです。テレビ CM などでも目にする通り、マイナンバーカードの取得率は全国民の約4割、栃木市は県内市町と比較してもかなり低い数字となっており、県平均にも届いていません。確定申告や保険証の利用、運転免許証等の一体化も計画されており、今後デジタル行政が進んでいくことが大いに考えられます。取得の申請の際には運転免許証などの本人確認証のほか、以前配布をいたしました通知カードを持って市役所本庁舎、もしくはお近くの総合支所へお越しください。申請には顔写真も必要ですが、その場で撮影も行っており、すべて無料ですのでお気軽にお越しください。国ではマイナンバーカードを取得された方を対象に、電子マネーなどのキャッシュレス決済サービスと連携したマイナポイント事業を行っております。チャージやお買い物をすると最大5000円分のマイナポイントがもらえます。また保険証としての利用申し込み、公金受取口座の登録を行った場合には合計で1万5000円分のマイナポイントが付与されます。マイナポイントをもらうためには令和4年12月末までにマイナンバーカードを申請していただく必要があります。この機会にぜひマイナンバーカードの取得をご検討ください。